エシャロットは玉ねぎの一種。具体的には玉ねぎの変種である。調味料及び野菜として栽培されており、食用とされる球根もエシャロットと呼ばれる。玉ねぎはヒガンバ中に分類される。変種名アグリゲイトムはラテン語で群生の密集のという意味である。以前は別の種へやスケルニカムとして分類されていたが、今ではこの名称は、 現在の学名のシノニムであるとみなされている。一部の著者らは、グレーエシャロットを独立した種とみなし、アリウムはシャニーニーオーフェドッチという学名を与えている。グレーエシャロットの外観は、小玉ねぎに似ているが、ニンニクのように輪形が分球している。玉ねぎの一種であるため禁煙種には、ニンニクやリーキ、チャイブ、ラッキョウがある。スライスされたエシャロットとそのままのエシャロット、 日本語の名称はフランス語のエイシャラットの転写である。英語ではシャロットと呼ばれる。フランス語に由来するアシャラットという用語が使われることもある。エシャロットの古い名称はラテン語でアスカロンのを意味するアスコローニアから来ている。アスカロンは現在のイスラエル領内のペリシテ人の土地に位置していた都市である。俗説によればフランク人が 第一回十字軍の最後の戦いとなったアスカロンの戦いの後に西エシャロットを持ち帰ったとされる。しかし、エシャロットは1世紀にはすでにイタリアで広く使われており、マルクス・ガビウス・アピシウスによるレイシピシュー、料理の題目中に記載されている一般的な食材の一つであるため、これはありそうにない。エシャロットはおそらく中央、アジア、または南西アジアに起源があり、 そこからインド及び当地中海地域に伝わった。名称は古典ギリシア語時代の人々がアスカロンをエシャロットの起源と信じていたことから来ている。英語のシャロットはイラン及びイラクのザグロス産無薬原産のアリウムスティピタートムに対しても用いられる。また、英語のシャロットはフレンチレッドエシャロットとフレンチグレーエシャロットの両方に対して使われる。また、 シャロットという名称は、米国ニューオーリンズやオーストラリア、カナダ・ケベック州の英語話者の間でスキャリオンに対しても使われる。ケベック州の英語話者の間では、フレンチシャロットが、本校で指すところの植物を意味する。英語を話す、ケベック人とイギリス英語話者は、シャロットの第二音節に強制を置き、シャローのように発音するのに対して、その他の英語の編集では、 シャロットのように発音する。ケベック及びニューブランズウィックでは、エシャロットフランセーズと呼ばれる。中国では、コキ、台湾では、紅木頭、香港では、カラキタイでは、と呼ばれる。日本では、生殖用に軟白栽培されたラッキョウが、エシャレットの商品名で販売されていることが多い。この一年物の,の早撮りラに、エシャレットという商品名を命名したのは、 東京築地の成果卸業者、河合彦寺であり、その理由として、ネラッキョウの商品名では売れないと思ったのでおしゃれな商品名を付けたと語っている。エシャレットが商品化された1950年代はまだ、日本で本物のエシャロットが一般的でなかったので問題はなかったが、どちらも普通に出回っている今日では紛らわしい。農林水産省のウェブサイトでは、 月報野菜情報を参考として、若鶏のョウはエシャロットと呼ばれていたが、香味野菜、シャロットのフランス名がエシャロットで混同されたことから、若鶏のョウの方はエシャレットやエシャと呼ぶようになったとしている。いずれにしても分類上、同じネギ属の同属異種植物であるものの、エシャロットとョウでは見た目も味も違う。日本では、このネラ鏡、エシャレットが、 誤っっててエシャロットとと呼ばれるるるこがが少なからずああり小売店でも誤っている場合があるため本物のエシャロットが必要な場合は、ベルギーエシャロットなどと明示されているものを選ぶのが、間違いのない判断方法である。フランスで栽培されているエシャロットの品種は大きく、以下の2つのグループに分けられる。グレーエシャロットはより香りが良いため最も好まれる。ピンク、または赤茶エシャロットは、 程度の差はあるが細長い。栄養繁殖によって得られ、苗の形態で販売されているおよそ20品種が、フランスの種及び、品種公式目録に収載されている。しばしば、エシャロットとして販売されている品種、クイース・デプーレ・ジュポ・アトーは、特別な種類の細長い玉ねぎ、エシャリオンである。2018年2月現在、67品種が、欧州の種及び、 品種目録に収載されている。南フランス産の本来のエシャロットネギ属であるため、エシャロットの味は普通の玉ねぎに幾分似ているが、風味はより柔らかい。玉ねぎのように生のエシャロットを刻むと人の目を刺激する物質が放出するため涙が出る。フランス料理など西洋料理の香味野菜として、輪形をみじん切りしたものやおろしたものを臭み消しやソースに用いる。 イランでは、モーセールと呼び、刻んで、ヨーグルトと混ぜて、ケバブの付け合わせなどにする。南アジアでもサンバルソースの具として欠かせない。中華料理、台湾料理、タイ料理では、刻んで、油と共に、強火で炒め、肉など、他の食材を加えて、炒め物として用いることが多い。また、台湾料理では、刻んで、油でカラカラに揚げたものを麺料理の薬味にもよく、用いる。 中国福建省の劉海市には、候補地思考という落眼に似た東があり、エシャロットやネギの風味をつけたものもある。ありがとうございます。